ビーチサッカーは、サッカーの一種で砂浜で行うものを言う。ビーチサッカーはもともと、ブラジルで始まったもので、この10年間で欧米に普及してきたという。外国では有名なサッカー選手もしばしばビーチサッカーに転向することがあり、そのことがビーチサッカーの普及の原動力になっている。ビーチサッカーのピッチ基本的なルールは11人制のサッカーと変わらないが、コートのサイズや試合時間、 プレイヤーの数などに違いがある。コートの広さは縦37メートル横28メートル。一般的なサッカーのコートが縦105メートル68メートルなので、面積はおよそ1、7、縦横の比率では、ビーチサッカーのコートはやや正方形に近い形状である。サッカーとは、ルールの異があり、サッカーの試合が1チーム11人で行われるのに、対し、 ビーチサッカーは1チーム5人で行われる。さらに、サッカーが前後半それぞれ45分で行われるが、ビーチサッカーでは12分3ピリオドで行われる。選手の交代回数に制限はない。この他、スローインとキックインを選択できる、ボールインバウンド、フリーキックの際に壁を作れない、試合再開後ないしは、フリーキック後、1回まで認められる、バックパスと呼ばれるものなど、 ビーチサッカー独自のルールもある。特に選手の交代回数に制限はないことは大きく、11人制のサッカーを体力の衰えで引退した恒例の往年のスター選手が入れ替わり立ち替わり出場をすることを可能にしており、ブラジルなど諸外国では往年のスター選手がビーチサッカー普及の原動力になっている。また、往年のスター選手の受け入れ先になっている。 ブラジルを発祥とし、世界各地でレクリエーションとして長年親しまれてきたビーチサッカーは、1992年、アメリカ・ロサンゼルスにおいて統一ルールを設ける試みがなされ、その次の夏にはマイアミビーチにおいて、アメリカ・ブラジル・アルゼンチン・イタリアが参加した初めてのプロによるビーチサッカーの国際大会が開催された。1994年4月、ブラジル、 リオデジャネイロのコッパカバーナビーチにおいて行われた大会で初めてビーチサッカーの試合がテレビ放送され、翌年にはコッパカバーナで初めてのビーチサッカーの世界選手権が行われた。第一回大会の優勝国はホスト国のブラジルであった。この競技会の成功により国際的な関心が高まりを見せ、1996年のプロビーチサッカーツアー開始につながった。 最初のプロビーチサッカーツアーは2年かけて南アメリカ、アジア、ヨーロッパ、そしてアメリカ合衆国の各地で60試合を行うもので、これを受けて1998年にはヨーロッパで欧州プロビーチサッカーリーグが創設された。ユーロ BS リーグは世界最大規模のビーチサッカーのプロツアーへと成長した。1995年以降10回にわたって、 開かれていたビーチサッカーの世界選手権は2005年から国際サッカー連盟主催の FIFA フフビーチサッカーワールドカップとなった。ありがとうございます。